はい、皆さんこんにちは。2018年度奈良中の計算問題をやっていきたいなと思います。はじめにこれを見た時に、難しいと思う人が多いんじゃないでしょうか。ですけど、これはとても楽しい問題ですし、テクニックを使いながら、楽しんでいく問題で、達成感のあるような問題となっております。それではこの計算問題をやっていきましょう。はじめなんですけど、ここの計算をきれいにしていきます。これを見た時に通分やればいいんかなと思うんですが、通分やらなくて何をやるかっていう と、部分、はい、分数分解、もしくは中学受験では、キセル算っていうのをいうものなんですが、そういったテクニックを使います。例えば10分の3っていうのは、こいつを素因数分解すると、はい、2×5 の3なんですよね。なので下を10にします。でこっち側を5にします。で引く、はい、10分の2、これ2ですね。やると、10分の3になると思います。でそれを約分すると、はい、2分の1引く5分の1、2と5、11になりますね。また、35も同じようにやります。下が 5×7の2ってことは、35分の7引く、はい、35分の5です。5をこっちにする、7をこっちにする。で約分すると5分の1と7分の1になる。また、その次に77も同じようにやると、はい、7と11で4、はい、さあ77分の11引く、はい、77分の7ってことは、はい、7分の1引く11分の1です。また143も、素因数分解すると、11と13の2ってことは、143分の13引く、143分の11です。そしたらこれを約分すると、はい、11分の1引く13分の1です。そしたら、これをまとめると、こういう風に消えていきますね。なので2分の1引く、はい、13分の1はって言われたら、26で通分すると、はい、26分の11ってことが分かります。そしたらこんな風に今からちょっとテクニックなんですけど、例えば3分の1っていうのを全てどちらも3倍にしても数変わらないですよね。なので全て11倍します。これを全て11倍する。そうすると 30×11 の、はい、76×11-×7 になります。でこういう風になりますよね。はい、それじゃあその次こっちを全て30倍する。じゃあその次逆数にすると、ただ分母が同じなので、同じ同士の 30×11 倍全てやると分母が消える。なので、分子が同じの時、逆数図は全て消える。ここの途中しか省けますね。これを計算すると、780=836-4×7、4×7 は 836-780 ってことは、56の4×7ってことは、7で割ると四角は、答えは8っていうのが答えになります。はい、ここで大事なのは、キセル算という、部分分数分解という、高校2年生ぐらいかなで習う問題 と、あとはもう一つはここの、そうですね、ここの11倍、分母と分子を11倍しても変わらない、30倍しても変わらないということは、しっかりとルール付けでちゃんと基礎のところができていけば、奈良中のところもすんないと、計算が早くできると思います。普通にコリコリするとこれ計算は10分20分かかるんですが、テクニックをちゃんと覚えとけば大体3分ぐらい解けるんじゃないかなと思っております。
はい、今回の問題がためになった、面白かったと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の授業で。それではまた。ご視聴ありがとうございました。今回の問題はもし分かりやすかったらグッドボタンを、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた。では。